おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よせ。しかし、お前もここで殺してやるとしよう。殺してやるぞ。さっさと逃げた方がいいぞ。おいおい、何しやるの。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。どうだ、驚いたか。あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあった言うとな。お前は終わりだ。
前はもう逃げる。どうだ、イカズだろう。俺、正気かよ。お前はここで死ぬんだ。やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。分かった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと旧館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。旧館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。でも母さんもそこにいると思う。母さん？気をつけて。みんなあんたを探してる。おい、嘘だろ、マジかよ。くそ。
ここには入るなって言ったはずだよ。お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった。悪かったね。で、血清は？いや、まだだ。でも作る材料ならわかった。 D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方はわからない。急患は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて。見つけたらトレーラーで会おう。今のは何だ？何かあるな。帰ってくるなよ。こっちに来ないで。マジかよ。多分これだな。
パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。あ待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。チクタク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 。
このクソ野郎が。楽しんでくれよ。よしいいか、ここらでちょっとしたゲームといこうか。といってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いやまあ、よくわかんねえけど。ゾイか、ゾイ、俺は後にして、今は時間がない。材料は両方持ってきたの。ここにある。
これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る。もうすぐ来る。オッケー。二人分あるね。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも結成を打たないと私たちは。ちょっと一つは私のだよ。何をしている一緒のことだろ。俺はゆっくり話をしてやるんだな。さすがにもう終わりだろう。イーサン、こっちよ。こいつに結成を使って。お前、こいつを助ける気か。大丈夫。はい、行こう。ミアが待ってる。結成を使った。あと一本しかない。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの？いいんだ。逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ。もういい。二人ともさっさと行って。一緒に行こう。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家。ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。イーサン、ありがとう。他に誰を選ぶって言うんだ。イーサン、ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないのよ。頼むよ。
れは船か。どうしてこんなところに。おい、大丈夫か。今のは何だ。ママ、こっちだよ。今のは何なの？思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ！
これ見て。何？あれ、どんどんひどくなってる。きっと奴に攻撃された時完成したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そうね、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになる。エブリン、待って。見つけたか？ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの？館内の緊急保安システムが作動しました。
ってここに来たの？エブリンは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。やつはお前を信用してる。あのクソガキ、俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、あら。エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にされた。これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでも、これからも。あなたと家族になんてならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。
スが待ってるよ。イーサン、イーサン、おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い、俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。やめて、イーサンから離れて。なんで。こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気。お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうした。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ。待て、俺何してる。何のつもりだ。あなたを助けるの。早くここから出て。これ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろ。このクソガキめ、どこに隠れてる。
私に構うな。全部お前のせいなんだ。これイーサン、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。Mm-hmm.